皆さんこんにちは、経年の神田俊明です。今日はですね、6月1日なんですが、もうすぐ2日になります。これからですね、このバンコクからヨハネスブルグへ行ってまいります。うわすごいね、これこの顔、ひょうきんこんな感じの顔なんですね。はい、ということでヨハネスブルグに来たんですが、今回の新兵器、見てください。この何の変哲もないキャリーなんですけれども、この上に乗ってるのがですね、インマルサットですね。これまたここで出すと大変なんで、ここにやっておきますが、今までですね、リモアの、カートを愛用してたんですが、今回から初めてですね、このスワニーという、なんかテレビショッピングみたいですけども、何が便利かというとですね、ほら見てください、これ指1本では無理ですね。指2本で押せます。指2本でですね、スルスルと押せる。ちょっと いろいろ荷物持ってるんで、指2本というわけにいかないんです。もうね、この感じで押せる。4輪駆動、4輪は駆動してないんですが、これね、楽ちんです。いやー、これもっとスワニーもっと早く買うべきでしたね。え、香川県の高松市で作られてます。スキー場の、スキーのグローブ、冬のスキー用のグローブのスワニーっていうところがありますが、そこのですね、バック事業部が作ったんですね。これ機内持ち込みいけるし、いやーこれタイヤも交換できるということで、暇な犬の河合さんに教えてもらって買ってみたら、もう驚きです。もうこれやみつきです。普段からもう本当に、ね、使いたいなと思いました。あ、なんか時計のコーナー見ると思わず寄りたくなりますが、今回はそんな時間はありません。それではヨハネスブルグへ行ってみよう。